日産、ローグ。ローグは、日産自動車が、北米市場で販売するクロスオーバー SUV である。2007年1月の北米国際オートショーで発表。欧州及び、日本などの市場に投入されるキャッシュイ・デュアリスの北米版ともいえるモデルで、内装デザインが共通であるが、外寸は、全長 4645mm、全幅 1800mm。 先行 1658mm、ホイールベース 2690mm と、キャッシュカイ、デュアリスに比べて、それぞれ 335mm、20mm、48mm、60mm、拡大されている。また外観も中型 SUV のムラーノに近いものとなっている。プラットフォームには、キャッシュカイ、デュアリスや、ルノーサムスン QM を、 ルノーコレオスなどと同じ C プラットフォームが採用され、内装パーツの多くをデュアリスト共用するのの、パーキングブレーキについてはムラーノと同じ足踏み式が採用されている。なお、形式はキャッシュイデュアリスト同じ J10 型を名乗る。エンジンは直列4気筒2.5リットル QR25 出型を搭載し、トランスミッションは エクストロニック CVT のみの設定となる。駆動方式は FF と 4WD が用意されるが、後者はオールモード 4X4 にヨーモーメントコントロールが追加された新システムが採用される。また、2009年12月以降の2010年モデルからは、専用のフロントグリルや17インチホイールなどを装着したカスタムカー、クロームが発売された。なお、 クロームが設定されるのはキューブに次いで2番目であるが、キューブはライダーの北米向け輸出仕様であるのに対し、これは北米独自のモデル取る。2008年11月11日には日産の現地法人である韓国日産を通じて韓国国内で販売開始。日産ブランド初の販売者としてムラーノと共に投入された。 2010年7月30日2011年モデルを発表。ヘッドランプやグリル、バンパーなど外観が大幅に改良され、よりムラーノに近いイメージとなった。また、18インチアルミホイールも新たに設定されている。2013年9月27日当初、極端な円高が続き収益性が悪化しているため、2014年のモデルチェンジに合わせ、 2代目にスイッチして生産を終了する予定だったが2012年に前年比14.3%高2013年1から8月期も前年同期比16%高の販売台数を記録するなど当代の人気の高さが証明されたため一転して生産を継続することを発表社名をローグセレクトに解消し価格を引き下げた上で2014年以降も2代目と 平売することを発表した。2016年、販売終了。後継車種として、j 1一型キャシカイをベースとした、ローグスポーツ、ローグスポーツを2017年春季に投入。2013年9月10日、世界初公開。同日、フランクフルトモーターショーで、ワールドプレミアされた3代目エクストレールとの、兄弟車となり、形式も T32 型に移行。 プラットフォームアーキテクチャについても、エクストレール同様、新開発の CMF-CD を採用している。ただし、搭載されるエンジンは、エクストレールとは異なり、先代で採用された QR25 での改良版となる。米国市場では、同年11月より、販売開始されたが、従来販売されていた韓国市場では2014年11月より、 j ワン一型キャシカイを台湾市場では二千十五年五月より t 三十二型エクストレイルをそれぞれ後継紙として投入したため東大の漁師場での販売は行われない生産についてはルノーサムスン自動車が経営悪化からの脱却を図るべく掲げた r s m 二千十二リバイバルプランの一環としてルノー日産アライアンスの出資のもと2013年下半期の 米国日産スマーナ工場での生産開始に加え、2014年より年間8万台規模で、同社不山工場でも生産することが発表されている。この決定は、日産側にとっては、米国製造分だけでは足りない分を韓国から補え、RSM 側にとっては、工場稼働率の向上と、地域産業の活性化に寄与するという双方にとって、大きなメリットがあることに加え、 米韓 FTA 発行により将来的に関税が撤廃されることに鑑みてのものでもある。なお、RSM にとっては初の北米市場への輸出となる。2014年9月26日、RSM 富山工場で生産されたローグの最初の4000台が富山振興から北米に向けて出荷された。2015年2月5日、 ルノーニ産サンアライアンスからの増産要請を受け、RSA 無負算工場での生産量を年8万台から11万台へ変更。2015年7月9日、秋から発売開始される2016年モデルの概要を発表。合わせて、上述に工場に加えて、日産自動車九州でも2016年春より生産することを発表。日産では、 年産10万台程度の規模での生産を計画することで2016年度に日本国内での生産台数が100万台を回復することを見込んでいる。ローグは英語でお茶目な、いたずらなという意味を持つことからこれが社名に決定された。しかし、ローグには悪巻はぐれ者という意味もあり、アメリカではこの社名が不評でもあるが、 口述の関連項目でもあるようにこの名称が元でコラボレーションを行った例もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。